ナイファーイ。びっくりした。上取って 100% 勝てたからびっくりした。マジか、220入れてあと5残っちゃった。いや、惜しい。まあいいや。悲しい、こればっかな。難しいね、やっぱエーペックスは。勝てる試合が全部なきものになる。だがしかし、しょうがねえ。いやー、ほら、強えっていうか、本当はな、投げてきたウルト壊してくれたら勝てたんだけどなっていう話になっちゃうんでやめましょう。相手を褒めちゃいけねえ。解説し始めちゃうからな、俺は。なんで負けたか。そう、相手を褒めると俺が味方を解説し始めちゃうからやめましょう。なるべく味方に俺言いたくねえんだよな。味方は頑張ってくれてるから。だけど、相手が褒めちゃうと、もう、全部、ね、解説し始めちゃうんだね、俺が。今のはこうでこうでこうだったから負けたんだよ。そうなると味方が、大変なことになっちゃうんで。なんかいるな。そこなんだよな。全部俺、解説しちゃうからね、俺。おっつえ、当たんな。やべえ、フィニッシャーかましちゃってる。ちょっと正直な話、敵を発見したわ。このスーツめちゃくちゃきつい。なんてことないさ。誰も置き去りになんかしない。残り45秒でリンクは敵のシールドを持つよ。リングマン怖っ。危な、ボザン最強だな。距離が距離はあまりないな。これとこれとこれ。お、ちょっと待って、なんかめちゃめちゃあるな。どこにあるんだ。似てるよね、なんかすげえ。進化シールドを発見。レベル2だ。範囲内だからそっちか。別のやつに入ってんのか。見てみるか。あ、結構いいアタッチメントあんだよな。どこにあるんだ。何か作ってみるか。ちょっと待っててくれ。まあ、ここにあんのかな。全然見当たんねえな。あれ、そこ開いてんのか。よくわからん。こんばんは。最近キャラが来たものですが、何で清めたらいいですかね。なんだろう、パスとかじゃないですか。パス、ほら、いいぞ、ブラハ。ここら辺な気がする。最強なのはシンプルかつ何も考えずに、とりあえず強いキャラクターたち。静かやね。こんばんは。そう、バック盛りなんだけど、そうね、気持ち悪くてな、困ってる。フーリガンどもに撃たれてるよ。シールドをリチャージしてる。フェニックスキットを使う。敵に開けたぞ。プロテクターが守るぜ。前を開けろ。
敏感シールドをリチャージ中だ。新しいキルリーダー、おまじ、おい、ファイルポーズ、シールドを割った。標的が進化シールドをリチャージする。敵を倒した。攻撃されてる。シールドリチャージ中。リロードする。敵はあと半分だ。敵を発見。あと30秒で移動した。このシールド終わった。今のが最後だったな。おい、もう援軍は来ない。回復が必要よ。うま、すげー。やば、千玉切れてるんだけど。ここだけでえぐ。ナイスー、最強やん。悔しいけどアイテムを取ってる余裕はない。よし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 。島様ヤクビッツ、ありがとうございます。感謝です。ケアパッケージだ。いいね、いいぞいいぞ。ああ、やべ、拾っちゃった。間違えて。まあ、いいか。すまねえ、味方。間違えた。後で返すわ。ワンちゃん。ああ、いただこう。いや、もうね、有利ポジを絶対に捨てないのが一番の大事なとこだな。結構やりがちなのが、みんな、室内にこもろうとするんだよね。打つと。あれもう GG だ。絶対有利ポジを捨てちゃいけない。有利ポジってことは、まあ、有利なんですよ。だから、勇気を振り絞る。結構みんな引き気味で打っちゃうことあるんだけど、殺せるって思ったら絶対体出した方がいい。絶対相手打ち合ってくるから。だけど相手は不利から打ってるから、当てらんないんだよな、ちゃんと。だけど、こっちは有利ポジだから当てやすくて、だから、あえて体打たせるとかもね、した方がいいな。それが人数不利を、返す方法、カウンターするときにやる方法なんだけど、あえて体出して打たせて引かせないようにして、やっぱね、人間見えてると打ちたくなっちゃうから、それで殺したりするかな。殺さないといけない場面とかだと結構俺体あえて出したりする。あえて自分を打たせて殺すみたいな。まあエイム前提なんだけど、そうエイム力前提なんだけど、相手より自分の方が上回ってるときしかできない方法なんだけど、さっき相手室内で回復してるせいやろ、負けなかった。でもどうだろう、わかんねえ。相手が相当強ければあんのかな、わかんねえけど。でもわかんねえな。相手の状況わからんな。なんかよくわかんねえよ。なんか、俺がまず負けるビジョンが思い浮かばねえから、わからん。気を抜くな。進化シールドをリチャージ中だ。狙われてる。敵を倒したぞ。リロード中よ。ん、落とし合ってんな、いいね。フラグを投げるぞ、プロテクターよ、みんなを守れ。攻撃されてる。これを狙ってきてるぞ。攻撃中。進化シールドをリチャージ中だ。シールドをリチャージ中。リングはあと1分で閉まるよ。敵に撃たれてるよ。撃たれてる。たっぷり45秒も。あっちにバカがいる。こんばんは。今日も配信お疲れ様です。あっちに標的がいる。ね、24倍はね、構える速度が遅いからだね。今のが最後だったな。もう援軍は来ない。
そう、構え速度が 0.02 秒だったかな、違うんだけど、その 0.02 秒が結構気になる。狙われてる。プロテクターが必要そうだな。シールドリチャージ中。ナイスー。そう、結構気になる。モバイルプロテクターを移動させる。少しこっちへ散歩だ。ジャンプドライブを起動。ああ、ここはちょっと下がる。あっちに敵よ、あっちに敵だ、あっちに敵よ。構える速度がね、そう、24倍が 0.25 秒で、これ一人っぽいな、こいつ。エルミットを投げるよ。プロテクターよ。ノートのシールドを割ったぞ。移動中。ブラックホールを放つよ。巻き込まれないよ。敵のシールド。そうそうそう。意外と気になる。で、あ、じゃあなんか、そう、24倍が 0.25 秒で、3倍スコープが 0.23 秒だったかな。で、2倍が 0.22 秒なんだけど。で、気をつけて、こっちに敵がいる。当倍が 0.2 秒だったかな。それが結構気になってさ。シールドをリチャージしてる。ショッピングでもしましょう。シールドをリチャージ。マジ無理すんなよ。マジで無理しなくて絶対勝てるからね。 100% 勝てるからな。大丈夫大丈夫、ゆっくり行こう。 100% 勝てるから。ナイスー。ちょっと怖えなちょっと怖えよ。ジジー、よしよしよし、まあ、これは勝つべきして勝った、素晴らしい。エーペックスのチャンピオンとなりました。よし、完璧。いやー、イデミール様200ビッツありがとうございます。ナイちゃん、ジジー、素晴らしい。ボーナスがちょっとショックになってきたな、あれマジで。みゆちゃん丸様、200ビッツ、ありがとうございます。ぎゅぎゅー、ナイスビッツです。ありがとうございます。よしよし、ちょっと、3、4連続で意味わかんない負け方したから、いいね、今のは。いいぞ、気分がいい。ちょっとやっぱ負けすぎると、あかんな。なるべく、被害減ってるとはいえ、やっぱ勝ちてえわ。あれがもう、勝利確定演出だった。完全に。ジュジュー、よーし、ちょっと最近多くてな、結構なんかうおおえみたいな負け方。そうしよしよし、ナイスビッツです。ありがとうございます。あれすなんかどっと疲れんのよな。うん。普通に負けるののなんか多分10倍ぐらい疲れがたまる一気に。え？なんで俺は今負けたんだってなるかな。そうですね。基本的にはもう自分が前線張るっていうのは絶対やっちゃいけないですね。やっぱあくまでも体はでかいんで、やっぱり。インファイト、あんまり差がないとはいえ、ですね。やっぱ体小さいやつとかホライゾンみたいにくねくね動けるキャラクターの方がやっぱ圧倒的に強さはあるから。あとバリスティックか。バリスティックとかもやっぱ相当強いよね。なるべくやっぱ拾うかな、自分は。
死んじゃったらね、やっぱ何もできないんだよね。